ドル型ということで始まりました、はい、J です。はい、よ、はい、ピシピシギよ、はい、ということで今日の相手は、はい、兄貴と時次郎です。ということでね、今個別の、はい、メンバー個別のピンクベイビーとの個別の方を語ってて、はい、まあ、2週目ということでね、はい、じゃあダンスチーム続いて、ダンスチームってもうみんなダンスなんだけどね、うん、まあ、この間されてたからで、うん、じゃあ琴野先生いきますか。おお、ダンスリーダー、ダンスリーダー、ね、琴野ちゃんどうですか、今年の佐藤琴野は。ねえ、相変わらず安定の小動物系ダンスリーダー。俺さ、ちょっとさ、カミングアウトしていい？はいはいはい。メンバーの中で、うん、実は一番緊張するのが琴ちゃんなんだよね。そうなんだ、意外ですね。なんだろう、あの手が届かない人っていうような感じで、うん、視線が届かない人っていうか、うん、いつも見えないんだよ、後ろの人は。特に、初め前言ってたけど、うん、後ろに見えないの、うん、そしたら、人と人のさ、頭の間とかさ、チラッとさ、チラッとチラッと笑顔が見えてさ、チラッとドヤ顔が見えてさ、チラッとなんか高額な顔が見えてさ、あのチラリズムがさ、うん、結構ドキッとすんのね。で、得点が混んできたからさ、あれいないのかなと思って、あ、いたみたいなさ、近くに来て、あ、いたみたいな感じの、なんかこのこっちがさ、心の準備できてない時に現れるみたいな感じでさだからなんかさ、なんだろう、油断できないみたいなさ、なんかそんな感じのところがあってそう、ちょっとね、緊張する。いじるね。小動物系だからさ、うん、ね、なんかポケモン見っけでさ、モンスターボールがないって消えちゃったからさそんな感じの雰囲気はあるっていうかさでも可愛いね。そうね、可愛いんだよな。あの、なんだろうな、まあ、17歳だったんだけど、うんうん、あの、なんだっけ、この間のお疲れ様会でドレス着てて、ちょっとなんか大人っぽい、はい、最近なんか画像もちょっとこう大人っぽいような感じの雰囲気をちょっと出してる写真が多いじゃないですか、うんうん、そう言いながら話してる途中で急にクッと吹き出した顔が一気になんか子供になるっていうかね、うんうん、あれがすごいよね、あのギャップが、うん、ほんと大人っぽいのと何だろう、これ言ったら怒られるのかな、あのちょっと座敷わらしっぽいっつうかさ、いや言わなかった何だろう、あのほらなんか琴野を見たらなんかいいこと起こるみたいなさ、なんかさ、ほらそうなんだよね、幸福の神様だからね、そう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 、だから座敷わらしって言っちゃったっていうのはなんかそれマイナスイメージで捉えるんですよいやいや、そんなことはないけど、あのリリーベの生写真でしょ、言っちゃった、言っちゃったって言っちゃった言っちゃった、あの時からすごいな、なんかちょうどね、あのなんか浴衣姿がさ、うん、そうそうそう、なんか本当になんかさ、ね、あ、座敷わらしっぽいなと思っちゃった、うん、でもなんかほら、普段ほら見えないから、後ろの方いると、うん、見えた時にさ、ね、そう、やっぱいいことあるんだよ、見えたらな、うん、どんなフォローなんだこれすごいなすごいないや、だけどね、はい、今あの歌もね、頑張ってるし、そうなんだよ、うん、そうなんだよ、でやっぱりね、体がさらにね、うん、なんか筋肉質になって感じがして、うん、すごいよね、なんかダンサーとしてさ、うん、なんかさらになんか、なんだろう、どう進化していっちゃうんだろうみたいな、うんうん、すごいよね、あの動きがさ、ピタピタ止まんのね、うん、あんまりね、その辺のことをブログとかにアップしてないようだけど、うん、やってますよね、あれやってるやってる、やってなかったら日々鍛錬しなきゃね、あんな止まれないよ、急に、ね、まあ、俺ら動いたら感性のことでそのまま行っちゃうもんね、好きっすよ、そうそうやってないとああなるからやってないとああなるから意味の鍛錬しないとああならないからね、そうそうそう、だからそこはやっぱりすげえなと思って、うん、で、歌もさ、結構来てるでしょ、うん、頑張ってますよ、あと MC も結構やるよね、そう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 、うん、やるよ、頑張ってる、うん、まあ、ほとんどの確率で噛むけどさそういう言っちゃったねでもね、わざとでしょ、そうそう、でもあれがまたなんかね、うん、なんかね、そう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 、ことっていいの、なんか、うん、あれが PV っぽくていいの、そうそうそう、で俺よく言うんだよね、うん、今日も約束お約束に通り噛んでくれたねって言ってさ、とか言いながら言うでもなんかあれがちょっとホッとする部分に なんかなっちゃってるのがあるんだよね、うん、そう、あんまり完璧にやられるとさ、そうそうそう、うん、と思って逆にね、いやだからそれ琴野じゃないと思っちゃうなんかね、うん、それでもね、あの琴に頼らなきゃいけないね、PB の MC 力これを言っちゃいけないからいいな、それもそれでなんか味があっていいのかなって、うん、そうなんだろう、なんかさ、なんかピンクベビーでの現場って変に心地いい部分がそういうとこなんだよね、なんかね、変にこうキリキリなんかしてないところがあって ね、うん、でも決めるとこ決めるみたいなところがあって、うん、それはなんか一つのなんかね、PB らしさなのかなっていうふうに感じてて、だから再三話出るけどさ、うん、
ね、あの見た頃からの印象でさ、あのステージ上のねダンスのドヤ顔ね、あれはもうステージ上で本当にすごく素敵に見えるじゃないですか、うんね、で得点会行った時のね、うん、あの笑顔ね、うん、もう最高だよね、もう可愛いんだよな、本当コロッといっちゃうよ、やばいでしょやばいよ、そうだから、そうやばいんだよ、そう緊張するんだよね、今日ねこれちょっと言っちゃっても大丈夫かな、初めてねはっきり覚えてる夢を見たんですよ、お、来ました、それでね今日のことなんかどうか分かんないけど、夕方からライブがある、はい、ある日で、はい、なんだか知らないけど、ね、俺コトとデートしてんの、おランチしてんの、えこれからライブだねとかって言ってさ、で俺車で来ててね、なんかで途中で兄弟拾っていくから一緒に行こうって言って車の乗り込んでさ、で途中にジェイさんが乗ってたの、でジェイさんが乗ってきてトッキーとの待ち合わせ行ったらさ、トッキーが例によっていないんだよ。例によっていないんだよ。それさ、で、J さんが連絡取ってね、あ、ちょっとじゃあ俺見てくるよって、J さん降りてったんですよ。しばらく帰ってこないのよ。そ、うん、て、じゃあちょっと探し行こうかって、コトと二人で探しに行ったのね。で、見つかんない。で、これはぐれちゃまずいから、車戻ってよって言って、ポッと車に戻ろうとしたら、コトから手を握ってきてさ、あららららら、兄貴って手握ってたの、うん、いや、なんかさ、イリベ以来だよな、手握るのってさ、照れながら二人で車に帰ってさ、それでさそんなくだらない夢を見てさ、それでちょっとさくだらないとか言ってんだね、お宝の夢みたいな、ちょっとことがほっとしたような顔してポッと見つめ合った時にさ、トッキーがさ、お待たせって出てきてさ、目が覚めた邪魔しやがってこの野郎みたいな、なんかさことはなんかそういうコワコワ的な夢よくね、ジェイさんもよく見るけどさ、そうそうそう、俺もそう思う、ね、コトコトと愛な取り合いだったからね、俺もね、でもさ、あの子さ、うん、コワクマだよねだからさ、なんかさ、ほんと無茶振りするんだよね、うん、あー、そうね、ことはそう、僕もコトちゃんの夢見たんですよ、おっ、何何、みんな見てる何それ、何なんかね、アニメチックな、まあ、ドラマ的な感じで第1話で第1話で、なんかファムが全員でベイビーズの仲間の仲間を探す旅に出るっていう夢で第1話、佐藤琴奈だったんです佐藤琴を探しに行くの、いや、とりあえずメンバーを探しに行くんだけど、琴と一緒に探しに行くの、うん、ファムでみんなで探して、あ、ファンでね、はい、そうそうそう、それで、うん、ある、占い師みたいなところに佐藤琴乃が一つの一枚のカードになって、そこに囚われてすごいね、第1話で佐藤琴乃発見して、あと9人どこなんだっていうところ で続くでよ、夢さんすごいね、琴乃の夢出現率高いね、そう、今でその続きはいまだにまだ見ないんだけどあれからメイビーズのメンバーにも結構見てんだけど、なんかオチがなくて話せないんだよ、なんか話してみたら全然面白くないけどさ、普通に出てきただけだからさ、そう、ああ、琴乃先生すごいですね、すごいね、兄貴なんかだと手握られちゃった、ね、やんなかったから、なんで手握ってんだよって言って、君とはそういう関係じゃないんだって、いやでもね、ほらメンバーさ、みんな俺兄貴兄貴って呼ぶじゃないですか、そういう雰囲気じゃない、全然ね、なんか姉妹とね、あ、姉妹とこう、兄弟でポッと手に入ってくる感じ、恋愛関係じゃないからね、全然ない、そこで、俺恋愛関係だったから、うん、ごめんねって、うん、アイドルと恋愛禁止だからね、俺がね、それはわけわかんなくていけないすごいな、でもまたなんか髪伸びてきたらさ、うん、またなんかちょっとなんかドキッとする時あるよね、うん、あの子の表情ね、そう、やばいな、ことのセブンティーンですから、セブンティーンだよ、ね、すごいね、1年後にはもう18、19、うん、ね、すごいね、すごいな、でも本当にダンスもそうだけど、はい、ボーカルがやったら目立ってきてるから、うんうんうん、琴ちゃんもそうね、本当になんか本当なんかね、頑張ってほしい、うん、本当になんか本当今までなんかちょっと別れた感じだったじゃないですか、うん、初め来た頃って、うんうん、でも今なんかそれがこうダンスの人は歌割りが増えてきて、うんうん、で歌やってた人がダンスが増えてきた形で、うんうん、だからそういった意味で今もう一回シャッフルして、うん、もう一回なんかそれぞれの個性をなんかこうもう一回こうみんなに可能性をなんか試し合おうみたいな感じの状況になってるから、うんうん、ある意味今一番面白いかもしれない、そうですね、だからね、クリスマスイブにピンクボックスの単独ライブあるでしょ、ワンマンがでしょ、3月もワンマン決まってるから、
いろんなこと試してほしいよね、うん、でいろんな、可能性のある PB をさ見せてほしいね。いやそうするとやっぱりそうだよな、うん、ストップルトンそうだよな、うん、この辺が今もうね、うん、中堅どころっていうか真ん中の構成チームが中心だもんね。やっぱりね、やっぱりねそこの、うん、ね、高1高2のメンバーがぐわっと上がってくると全体が盛り上がるからね。いやだからこの辺の話じゃないけどね、ヤフカーができないのは、うんね、4月になって高校生になったら史跡が怖いよ。そうだからうかうかしてられないよ。史跡君のね、あの飛躍も期待できるから、うん、やっぱり琴ちゃんあたりもね負けてらんないね、刺激受けてもらって、うんうんうん、憧れの人は室ちゃんですから。そうだね、そうだ、うん、言ってたね、ほら言ったとこ言ってたね、室、うん、ちゃん ね、 ね、ああいう風になりたいと。なるほど、ぜひなってほしい、ね、なってほしい、いいね、なんかね、こういう、こうなんか明日を見据えて頑張ってるって、うん、そうそうそう姿がね、うん、それでやっぱりもう再三言うけどさ、もうリリースに来てさ、あのファンが増えてきたっていう実感も持ってるだろうから、うん、やっぱりそれも励みになるし、うん、ね、やっぱり目標に向かってね、いける自信もね、ついたと思うんでね、うん、だから本当に頑張ってほしいね。じゃあそういう形で、うん、また、はい、佐藤琴先生も、はい、うん、ちょっと応援していきましょう。はい、もちろんですね。ただチラリズムに気をつけろ。はい。うん、だから透明人間っぽいからさ、佐藤琴が現れ現れたからさ、俺いなくなったのかね。あ、いたって感じのね。そう。可愛いよね。そうね。うん、それは楽しみだね、これから。そう、頑張って。じゃあ今日も一生懸命探しましょう。探しましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。